マッキントッシュまたは Apple コンピュータで発射台とスクリーンショットを使用する方法発射台一番下に移動し発射台アイコンをクリックして開きますご存知のように発射台を使用するとコンピューター上のすべてのアプリケーションまたはプログラムに素早くアクセスできます 次に他のというアイコンをクリックします。これらのアプリケーションのほとんどは決して使用しない可能性があります。ただし、少なくとも1回は使用できるアプリケーションが4つあります。最初のアプリケーションは移行アシスタントと呼ばれます。新しいコンピューターを購入する場合は移行アシスタントを使用してすべてのアプリケーション プログラム、ファイル、フォルダー、パスワード、および連絡先を新しいコンピューターに転送できます。さらに、移行アシスタントは、このすべての情報を1つの Mac から別の Mac に、または PC から Mac に転送します。 これにより、ブートキャンプアシスタントが表示されます。ブートトキャンンプアシスタントを使用するとマッキントッシュで Windows を実行できます。したがってマッキントッシュコンピュータまたは Apple コンピュータはマッキントッシュコンピュータと Windows コンピュータを同時に使用できます。 次は、「ディスクユーティリティー。」です。ディィィスクユテテリはハードドライブと USB ドライブをフォーマットする場所です上部にある応急処置というアイコンはハードドライブまたは USB ドライブを修正しようとしますパーティションと呼ばれる次のアイコンはドライブをさまざまな領域に分割します したがってドライブが十分に大きい場合はドライブをバックアップドライブと通常のドライブの両方にすることができますまたはハードドライブで Apple アプリケーションまたは Windows アプリケーションを同時に実行することもできます次のアイコンは消去と呼ばれます消去はハードドライブまたは USB ドライブ上のすべてを削除しドライブを再フォーマットします 次のアイコンはマウントと呼ばれます。ハードドライブまたは USB ドライブがコンピューターに接続されているが表示されていない場合、マウントはドライブの再接続を試みますスクリーンショットスクリーンショットを撮るには2つの方法があります。最初の方法はシフトキー、コマンドキー。 および3番キーを同時に押し続けることです。このメソッドは、画面全体のスクリーンショットを取り、画像をドキュメントフォルダーに配置します。画像を開くと、画像のタイトルは画像が作成された日付と画像が作成された時刻になります。 2番目の方法は発射台を開いてから他のというアイコンを開くことです次に「スクリーンショット」というラベルのついたカメラのようなアイコンをクリックしますこのアプリケーションを使用すると画面全体またはコンピューター画面の一部のスクリーンショットを撮ることができます 画面全体をキャプチャする、と呼ばれる最初のアイコンは、コンピュータ画面全体のスクリーンショットを撮ります。選択したウィンドウをキャプチャ、と呼ばれる2番目のアイコンは、現在表示しているウィンドウのみのスクリーンショットを撮ります。選択した部分をキャプチャ、と呼ばれる3番目のアイコンは、選択したコンピュータ画面の部分のスクリーンショットを撮ります。 4番目のアイコンは「画面全体を録画」と呼ばれ画面全体をクイックタイムビデオとして録画します5番目のアイコンは「選択した部分を記録する」と呼ばれ選択したコンピューター画面の一部のみをクイックタイムビデオとして記録します スクリーンショットの選択肢の一つを選択してからオプションと呼ばれる次のアイコンを選択するとスクリーンショット専用のドロップダウンメニューが表示されます最初のカテゴリーはスクリーンショットまたは記録を保存する場所のオプションを提供します2番目のカテゴリーはカウントダウンタイマーのオプションを提供します タタイイママーーーがが表示され、タイマーがゼロになるると、スクリーンショットを撮るか、録音の選択肢の一つを選択してから「オプション」と呼ばれる次のアイコンを選択すると「マイク」と呼ばれる追加のカテゴリが表示されます。このカテゴリを使用して内蔵マイクや外部マイクなど使用するマイクを選択できます。 音声なしまたは音声なしで録音するように指示することもできます最後のカテゴリはフローティングサムネイル最後の選択を記憶マウスクリックを表示と呼ばれますフローティングサムネイルと呼ばれるカテゴリは記録したもののサムネイルビューを提供し数秒後に消えます 最後の選択を記憶するというカテゴリは選択した領域をリセットし続ける必要がないことを意味しますマウスクリックを表示というカテゴリでは私のすべてのビデオで見られるようにマウスを使用して何かをクリックするたびに黒い円が記録されて表示されます「いいね」をクリックするかコメントを残すかサブスクライブしてくださいありがとう